はいどうも、楽しいご飯の時間ですよ。今日ですね、いや今日はちょっと贅沢しすぎました、やりすぎました、止まらなくなっちゃいましたよ。ウィンナーちょっと明るすぎんな、ちょっと明かり、ちょっとどっか行って、ちょっとどっか行って、ちょっと僕の頭の上から、そうそっち、ちょっと行き過ぎちゃった、こっちらへん、あっちらへん、そう、あっちらへんがいいな。はい、ウィンナー5、トマト、卵に天才味付け卵焼き、ナス1本でかいやつ、豆腐1丁、キャベツ、なんだっけ、キャベツ、玉ねぎ、トマト2個でございます。そうです、で、やりましたよ、ありがとうございます。で、今日ドレッシングかけます。ずっと使ってなかったけど大丈夫でしょう。2021年8月23日、開けたのは2、3ヶ月前だと思います。ドレッシングめったに使いません。かけました。最初からかけていくっていうのはめったないですよ。しかも大体途中からなんですから僕は。今日はちょっとねやってみようと。で、初めてじゃないですか、見つけました、ノンアルコール。うわ、尿酸値を下げる。うわ、また健康になっちゃうよ、また健康になっちゃいますよ。これからいきましょう。ヨロミ山学校 T シャツでございます。はい、行きますよ。はい、乾杯、乾杯、乾杯です。いや、美味しいね、美味しいじゃない。世界初うまみ絞り、ん、尿酸値を下げるのが世界初かな。あー、喉カラッカラだったから、あっという間、あっという間であれです。これでもう尿酸値、これほんと美味しいな。でも尿酸値下がっちゃいました、世界初です。本品にはアンセリンが含む、アンセリンは血清尿酸値が健常域で高め、まあよく分からんけど、まあいいってことなんでしょうね、いいってことなんでしょう。ありがとうございます。25キロカロリー、タンパク質ゼロ、質ゼロ、炭水化物7.4、ああ、もう栄養バランスも素晴らしいじゃないですか、素晴らしいです。そしてこちらです。次、喉カラカラですからでかいのもいきます。食べる前に飲む、続けて2本目。はい、乾杯、乾杯、乾杯です。これ美味しいね。あ、これ美味しい、これ美味しいっす。あー、やば、お腹いっぱいになってきた。飲料でお腹いっぱいになってきました。ナス、ナスいっぱいあります。うんうんうん、あー美味しい。まだちょっと熱いとこもある。うんうん、最高だね。うん、トマトも美味しい。ドレッシングがいるところもいないところも、トマトもナスビも、トマトだってナスビだって天才味付け卵焼きだって、うん、うん、いや、このドレッシングも美味しいな、やっぱ。うん、みんな最高。うんうんうん、おいしい。いつもの
そのままもマヨネーズ先生もあったかいなすび美味しい。もう美味しいけど、あ、ドレッシング美味しいね。当たり前だけど、そのために生まれてきてんだから。そのために開発されてんだからね。あー、美味しい。やばいな、贅沢すぎだな。うん、贅沢すぎだね。そして天才味付け卵焼き、卵2です。これも調子乗りすぎだな。うんうん、おいしい。卵生きてよかったじゃないね、こんな豪華になるんだったら。もうオリンピック終わりましたけど、この中がオリンピックですよ、もう完全に。うん、1,2,3,4,5は5どころじゃなかった。あー、おいしい。オリンピックいろんなね、意見がありましたけど、盛り上がったっていうか盛り上がってないっていうか分からんけど、選手の皆さんはすごかったね。選手の皆さんはすごかった。うん、おいしい。何年間も何十年、選手によっていろいろ違うでしょうけど、積み上げてきたものをねぶつけて、皆さん大活躍でした。大活躍というかすごかった。本当にメダル取れても取れなくてもさ、そこじゃないの。人もね、誰と比べるか知らんけど、10倍、20倍、稽古練習をさ積み重ねて来ておるわけですよ。ここ、まあでも一般社会で暮らしておる皆さん、例えば公務員の皆さん、公務員って言ってもいろいろな職種がありますけど、そういう方々も世界ランクとか、そういうものがあれば、いや私だって俺だって、いやみんな頑張って生きてるわけですからね、みんな頑張って生きてるわけですから、今これを見てほしいなと思って、これ積み上げてきておるよと、8年も10年も20年もという方もたくさんいらっしゃるでしょうし、逆にそんなね世界ランキングとかやってくれるなと、私は大体のところで大体だって、それで月何十万とか日当いくらとか時給いくらとか、そういう風にしてできりゃいいんだと思ってやってるのに、世界ランクなんか出しちゃったら、それこっちが大体でやってるのバレちゃうじゃないかという方もいらっしゃるでしょうし、また一つの競技だけでね戦うようなあれじゃないんだと、総合力で勝負して十種競技、ディカソン、近代五種、近代七種、五種ですよね、あれすごいね。まあ、でかい、その十種競技とか近代五種とか
すごいよね、ああいう人たちは。うんうん、とんでもないですよ。なんだっけ、馬、フェンシング、射撃、あれ、馬、フェンシング、アーチェリーなんかないの？馬、フェンシング、射撃、走って射撃でしたっけ？そうでしたね。走って打って走って打ってですよね、確か。あれ、あと水泳とかもないの？いやちょっと待って、もう思い出せない、思い出せないです。こうやってやるから覚えられない近代五種、いや、やるから覚えられない近代五種ってなってるな。どん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 伸びてる、どんどん伸びてる。なんだこりゃ、なんだこりゃ、まで入っちゃった入っちゃった、まで入っちゃう。東京五輪、馬への虐待行為で海外 SNS が大炎上。なんだいきなり、すごいの出てきたね。なんですかこれ。近代五種、女子の馬術で馬を殴った。馬を殴った、はあ、難しいな。昔はそういう指導方法だったんでしょうね、馬を従わすのにね。今はそれも、通用しないんだよ、そういうのはね。愛の無知とか、そういうのがない世の中になりましたから。無知っていうのはもうないと。愛だけしかないと。近代文章。フェンシング、水泳、200m、エペ全身でしたね、確かね。前水泳 200m 自由形、フェンシングボーナスラウンド、エペ、フェンシング2回やんの。馬術のね、レーザーラン、そう、走って打って走った打ったね。フェンシング2回入ってんのこれ。1、2、3、4、5、五種競技のうち2回はフェンシング、どういうことじゃん。走るのと射撃が入ってって、これで1、2か。フェンシングはフェンシングで1しか数えんのかな。まあにしてもすごいですよ、すごい。おい、何の話でしたっけ。そうだから、そういう風にして、だからっちゅうのおかしいな。日々働いてる皆さんに、皆さんの話を。戦っておるんだと。だから何とも言えない。そうだから、ランキングを出してほしいという人、出さないでくれお願いだから、迷惑だ。いろんな方がいるでしょ。まあ特に日本社会は出さないでくれっていう感じなんだろう、大体の人は。
ああ、しかし美味しいな、これ本当美味しいよ。これライムショット素晴らしい実力の持ち主だ。オリンピックだ、オリンピック選手だ。何の話か分かりませんけど、デカスロンで漫画の話僕何回かしてると思うんですけど、皆さん知ってます？読んでくださいました？面白いですよ。風見万吉最高だよ、風見牛乳の。とっても面白かった。またまた見たい、読み返したいなと思うぐらい面白かった。タタラさんとかね、ライバルで跳躍系が強かったな、確かタタラさんがね、跳躍系が強かったはず。すごかった。あ、また見たいな、レジート。レジーホスターね、それ野球のやつ。うん、強烈でした。レジーも姉は映画になったんじゃないか、タイトル変わって。なんか似たような映画できてた気がするな。レジーは前回始めたからな。レジーももう一回見たいな。ん？あ、そうだそうだ、高倉健さんが監督してたかもしれない。あ、監督です、その野球チームの監督役ってこと。もうそんな気がする。違ったっけな、その映画見てないんだけど。レジ映画、レジになっちゃった。タイトルが分からんな。漫画のあれはレジホスターだったんですけどね。ミスターベースボール、ミスターベースボールだって。あ、そう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 、ほらやっぱ当たってた、当たってたよ、ほら高倉健さん。
そうね、ほらね、言ったじゃない。これはレジが元になってるはずですよ、確か。これ見てないんだ、見ようかな。ミスターベースボール、あ、ごめんなさい、長くなっちゃいました。シュワッとそのたくさんのなもお腹いっぱいなんです。ナス1本、豆腐1丁、卵2の天才味付け卵焼き、トマト2個、ウインナー5本、すごいね、キャベツ、玉ねぎで、ちょっとドレッシングかけてで、シュワッとして、もう尿酸もなくなって、尿酸だか忘れて、今日もとっても美味しかったです、お疲れ様でした、頑張っちゃうと。